うわー、バトルっぽいイベント。おう、だいぶ進化してるね、エフェクトとかも。敵のライフを削れ。どう来る、どう来る、どう来る。おう、はい、3回来て多分突っ込んでくる。4回か、妙だな。確かに手応えもある。さっきから何発か食らわせてるはずなんだが、なぜ一向にペースが落ちないんだ。資料にあった鎖を使うってどういうことかと思ったら、なるほどな、自在に出し入れして操れるってことか。今度は迎え撃て、タッチで OK です。大丈夫かな。粘るじゃねえか。ここまで弾かれるとは思ってなかったぜ。お前、この異常な身体能力だけじゃないな。魔人として何を得た。聞かれて素直に教えるやつはいねえよ。まあ俺の力はバレたところでどうにかできるもんでもねえが。何、バカじゃのうリベリオ。何回も言ってるじゃろ、お主の力は積極的にバラしていった方がいいぞ。その方が相手が絶望するじゃろ。お前は黙ってろ。この力は便利だが、そんな使い方しねえよ。俺は化け物じゃない、そんなのは。誰が口答えしろと言った。この場をしのげ。打点？高難易度ミッションでは高難易度ミッションなんだこれ。魔法陣がチャージ完了すれば好きなタイミングで打点することができる。やば。はあ。あー、ただ打点した場合そのミッションでもらえる P がゼロになる。まあよっぽどやばいって思ったら使うぐらいのつもりで行った方がいいかもしれないね。20秒間耐えきれ。できるだけ言っています。おう、オッケー。マジか、やばい。1秒だ、1秒残っちまった。OK、 なんとかなった。まあ打点見たいっちゃ見たいけど、見てみたいけど、俺は P が欲しい。拘束具ん、え、どういうこと。今度はなんだ。やれやれ、難儀じゃのうリベリオ。欲求を解放すれば楽になれるというのに。このリベリオの暴走はの、わらが授けた代償なんじゃ。これが代償、代償。不死とさえ呼んでもいい。何度でも超再生する肉体。破壊と再生を繰り返して出来上がった強靭な筋肉。その代償は殺人衝動じゃ。わらが指一つ鳴らせばこやつは理性を失う。だからこやつはその度にこうやって電気が流れる高速具で自分を縛り衝動に抗っておるんじゃ。超再生する肉体か。愉快者とわらわに首輪をつけられた小僧が必死に抵抗している様。お主もそう思わんか、大悪魔カロンよ。
収まったんですの。なあ、わらが衝動を止めてやっただけのこと、生意気なことを抜かしたらまた何度でもくれてやろう。わらが飽きたら何人死ぬか忘れたか。取り乱した。悪い。今のは忘れてくれ。ノエル・チェルクエッティ、俺は本当にただお前と話をしに来たんだ。お前らがそれを望まねえ限りは命のやり取りをしたくねえ。カロン、どうしますの。どうするも何も言う通りにするしかあるまい。たとえ打点を駆使してもリベリオは倒れない。追っ手としては最悪の相手だ。それに弾薬魔の方も見つつ、ここは様子を見よう。ですよね。わかりました。協力に感謝する。まあそうだよね、その気になれば。やっぱ何か考えがある。打点未使用、やっぱ使わなくてボーナスあるんだね。すげえ面だなこれ。あなたが言うか。まさか弾薬魔が弾薬魔と茶を飲む日が来るとはの。さすがのワラーも初めてじゃん。私もつい2ヶ月前まで同じだったさ。だいたいお前はなぜ現世にとどまってる。契約の関係か。確かに2ヶ月前。そうか、そういえばそうだったね。さあの、契約とは別のワラーの趣味の一環とでも言っておこうかの。姿形といい変わった弾薬魔だ。人の姿をした弾薬魔ってそんなに珍しいんですの。悪魔とは人の欲望や風評から生まれる人ならざるもの。そういうものは古来自分たち人間とは異なる姿形で語り継がれ形成されていくもの。そういうものなんですのね。煩悩は全て異形の化け物のせいというわけじゃ都合がいい話じゃの。全くもって烙印を押す側は都合がいい。それで話というのは、 OCT は私たちを捕まえに、いえ殺すためにラプラスに来たんでしょ。はっきり聞くんだな。じゃあはっきり答える。そう、俺たちはお前らを抹殺するため派遣されてきた荒ごとのプロだ。でも今は OCT としてじゃなく、俺という個人のプライベートとしてここにいる。何？単刀直入に聞くぜ。お前らの目的は何だ。15歳のお嬢様がある日を境にテロリストになった。資料にはそうあるが。おかしいだろ、さすがに。理由も目的もまるでわからねえ。お前らはなぜ、何のためにラプラスで暴れてる。俺はそれが知りたい。それは、別に話してもいいんじゃないか。むしろラプラスの巣の人間の方がすんなり納得するかもしれんぞ。まあ、それはあるっちゃあるよね。言えてる。そうですわね。うん、バローズに復讐しようとしている。復讐か、何故。セラス戦士とアクエリアス、爆弾魔事件にオスカードレッセルの事件、そしてカジノミスティの炎上に記念式典の騒ぎときた。なるほどな、大体想像通りだな。お主は最初からラッセル・バローズを怪しんどったからの。マジか。バローズが怪しかったっつうよりノエル・チェルクエッティが出演すぎたんだよ。信じるのか。ああ、俺は信じる。それじゃあ味方に。めんどくせえな、なんでそうなるんだよ。バローズに復讐する理由、お前にはあっても俺にはねえだろ。 OCT は喧嘩の仲裁にしに来たんじゃねえ。テロリストを倒しに来たんだ。でも大事なことは分かった。復讐はここまで、もう戦う必要はねえよ。ということです。仲間の情報をよこして降伏しろ。そうすれば OCD にお前の椅子を用意してやる。本体とぶつかる前に穏便に済まそうっつってんだよ。
欲望のためじゃなく仕方なく魔人になったやつとは戦いたくない。これなリベリオにもなんか事情がいろいろありそうな感じするよね。なんせお主も黙ってろスピカ、俺の話はしてねえんだよ。どうだノエル、戦わなくても生きていけるなら戦いは俺にしてだろ。まだ間に合う、テロリストやめて OCT に下れ。そんな提案には乗れませんわ。なんでだ、バローズをその手で殺したいからか。それももちろんありますわ。でももともとは不本意に始まった契約でも、今はもう自分の意思で選んだ復讐ですもの。そう、それを仲間を売って放棄するなんて今の私にはありえない選択肢ですわ。自分を騙すのやめとけよ。意思なんてのはその時の高ぶりだ。その意志とやらを貫いた結果、仲間もバラバラになって、こんな田舎に隠れてんのはどこのドイツだ。やけに反応するよね、この言葉に。だよね。頼めるか？良いのか？いい。こいつにはきっと頭を冷やす時間がいる。石なんてくだらねえもんに酔ってると意地になっちまうもんなんだよ。話の続きは後でする。はいはい。ほれノエルカロン、こっち見てみ。何かするつもりか？話が終わりだというなら。すまんが、寝てもらうぞ。起きたか？うなされてたみてえだが。またあの夢。もう傷は治っているのに。ここは？俺たちの市街駐屯地だ。お前らには眠ってもらった。結局捕まってしまったということですのね。そう睨むなよ、めんどくせえ。カロンは？さあな。もうあなたとする話はありませんわ。私はあなたたちに協力できませんわよ。わかった。この際 OCD とテロリストって立場は一旦忘れよう。ここにいるのはただ二人の魔人になんかなりたくなかったはずの魔人だ。え？さっきは俺も熱くなった。悪いな。ほら、冷えるだろ。どっち飲む？缶コーヒー。激山のココア。激山のココアで。あ、リベリオ飲みたかったん？すまんな、ごめん。ほらよ、飲みたかったのかしらねえ、あなたは一体何なんですの？私たちをテロリストとして抹殺するためにラプラスにやってきたんでしょ？それなのに話をしようなんて言ったり、眠らせてこんなところに連れてきたり。俺はお前とは仲間になれると思ってる。はい？もしかしたら俺と同じタイプの魔人かもしれない。資料を見てそう思ったんだ。確かに俺は魔人だ。でも大悪魔は召喚してはいない。どういうことですの？気になる。生きるため仕方なく頼った。多分リベリオの過去かな。喧嘩しか脳がねえ、目つきの悪いガキだった俺は。周りのものすべてに喧嘩を売ってた。退屈だった。喧嘩は誰にも認めてもらえなかったからな。そんなある日、俺は通りを歩いてた見慣れねえ男に喧嘩を売った。いつもことだ、大した理由なんかねえ、退屈だったからな。でもその男は俺を返り討ちにした。いともたやすくだ。そして笑いながら言いやがった。喧嘩がしたいならうちに来いってな。
自分で言うのもなんだが、俺は強かった。信じられなかったぜ。それが OCT って特殊部隊の人間との出会いだった。数年後、俺は OCT の新人になっていた。あの時の男の部下として任務に就いた。そいつも周りの先輩たちも同期も後輩もみんな俺のことを受け入れてくれた。正しい使い方なら喧嘩悪いことじゃないってな。俺の喧嘩が人に必要とされてる。生まれ変わった気分だった。最高の仲間たちに囲まれてもう退屈じゃなかった。OCT は国内の重大事件に対応するテロ制圧部隊だ。相手は当然ただのテロリストだけじゃない。魔人ってケースも何度かあった。それでも OCT は恐ろしく訓練されている。危険なやつを何人も倒してきた。でもあの日はいつもとは違ったんだ。あれがスピカー？魔人と大悪魔の二人がいた。完全に想定外の出来事だった。でも俺たちは無敵の OCT だ。その場にいた全員が誇りを持って魔人討伐の任務を全うしようと言った。俺もこいつらとなら何でもできると思った。だから意志を貫いた。そして魔人は殺した。でもそこまでだった。激戦の中、誰よりも前に立っていたおやすさんが倒れ、状況は一変した。ルカもノーラもバルドもアメリアもネロもみんな恐怖し、次々に崩れていった。考えりゃ当たり前だよな。魔人と大悪魔を同時に相手して片方を倒すだけでも十分すぎたんだ。誰もが致命傷を負い、誰もが全滅を確信していた。でもそんな時、目の前の大悪魔が俺に言いやがった。お主がわらの新しいおもちゃになれば全員助けてやるぞ。誰がお前の言うことなんか。いいのかな？仲間たちが命がけで勝ち取った任務を全滅で終わらせても。そんなことか。俺は代償としてスピカに支配された。あいつの気分一つで殺人衝動に苛まれる。スピカが俺に飽きて見捨てるその日まで俺は死ねず、戦いをやめることもできねえ。こんな姿はもうあいつらに見せられねえ。でもこうしてなきゃ今頃全員とっくに死んでた。選ぶ余地なんかなかった。あいつに喧嘩を打った時点で間違ったんだよ。ステランステージの件はのずけ。お前だって最初は仕方なく悪魔と契約したんだろ。そうですわ。ただ必死で助けを求めましたわ。そう。そして前を向くため復讐の意志を杖にしてここまでまっすぐ戦ってきた。でもな、意志っつう心地いい言葉、正常な判断能力を鈍らせる麻薬なんだよ。意志だけ一人前でも力がなくちゃ自分より強くてでかい相手には勝てねえってのが現実だ。この辺で一回冷静になってみねえか。うなされるほど戦いに疲れてきてんだろ。そんなことは。そんな状態でバローズに加えて軍隊までどうにかできるつもりでいるのか。本気か。お前の仲間たちだってもう限界なんだよ。この指針は？オスカー？お前らの潜伏場所が分かったのはそいつを拷問して情報を引き出したからだ。恨んでやるなよ。30日も耐えた挙句最後まで自白はしなかった。オスカーは無事なんですの？それはお前の返答次第ってところだな。一度やっちまったことはもう取り消せない。でも今はテロを捨てて OCT に下れば仲間の命だけは保証してやる。さすがに無罪とはいかないが決して悪いようにはしない。そしてお前は別の道を通っていつかバローズの不正を暴けばいい。どんな形であろうと国家直属の OCT の管理下に入ればもうラプラス師匠程度の人間じゃ手を回せなくなる。みんなで意志を貫いて玉砕するなんて未来よりはよっぽど現実的で、
仲間の命を尊重してると思わねえか。そんなのもちろんすぐには考えられねえだろう。急な話だ。でもあんまり時間がねえのも事実だ。 OCT はもうお前らにたどり着く一歩手前だぜ。だからこそここで少し頭を冷やしていくよ。カロンはスピカに見張らせてる。勝手に殺したりはしねえから安心しろ。オスカにも後遺症が残るような気がしてねえ。ちゃんと休ませりゃすぐに元気になるだろう。お前もまだ選べる。今のうちに考え直すべきだ。隠しきれなくなるまではかくまってやるからよ。そんなこと言われても今さらそんな道選びませんわ。でもみんなバラバラになってオスカも捕まって、私とカロンでは何もできなくて、もしこのまま何も思いつかなくて道が開けなかったら、大きな敵とぶつかって手遅れになる前に考えなくちゃいけないのかしら。